はい。ひとつき万殺しみつ絶。いやー、本当にね、ひどい世の中になったもんだというところなんですけど、何かというとですね、えー、まあ、山上容疑者が去年の7月にズドンというふうに安倍晋三さんのことやっちゃいましたよね。で、それから最近だと、あの、木村容疑者がですね、えいって和歌山県であの爆弾のようなものをですね、投げて、えー、騒然としましたよね。で、これあんまり実は、あの、ニュースになっていないんですけども、 えー、かなりですね、こまごまといろいろとです、ね、頭のやばい人たちが増えていってると、ねえー、そういう状況があります、で、例えば、ですね、どうも、私は令和の朝原祥子ですっていうふうにこういうツイッターに書いて、ですね、私はさあピーをばらまきます、さあ警察の諸君みたいなことを言う、えしかもこの人、匿名アカウントじゃなくて、実名でなんと、不思議 選挙にも立候補していた嘘やろっていう、えー、人たちが出てきてですね、で、さらにはね、あの、爆弾とサッピーをですね、大量に設置した参議院委員会国会爆破予告メール、<laughs> これあの4月20日なんですよね、で、それに伴ってですね、岸田さんのこともですね、次こそはやってやるぜみたいなメールが届いたり、まあ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 、いろいろと。 あの増えております全くもってテロはけしからんと私は思うわけですね。このような暴力を許すことは絶対にいけない。もう絶対にいけません。ね。こういうのはもう本当に許してはいけない。これはまあ同意する。これがあのこれに対して脳を突きつけるあの人がいたらですねなかなかもうあの日本もやばくなってきたなという。ちょっとあのあ やばいでしょ。だけど、もしですね、ちょっと皆さんに、えー、聞いてみたいんですけど、そんなね、あの、そういうのはいかーんという、まあ、権力者側ですよね。権力者側がですね、の、長男。 息子さんがですねこれはあのフランスについて行ったときなんですけども、うんえー、外遊先で公用車使って観光してで、えー、フジテレビのアナウンサーとピロートークで機密情報を漏らすというようなことをやってで、えー、父親の息子だけ賃上げ達成万歳首相秘書官っていう風な状況になりですね。ね でさらに公明党もですね、霜が危うい議員たちがいましたよね、これ、週刊文春の、ね、記事の、あのこれ、去年の8月なんですけども、岸田ファレンチ政権とこう言われてたこですね。はいでそしておそらく週刊文春がですね連休中でネタがないからといって、特集リ不倫、パパ活、中絶、横に溺れた政治家たちっていう、こういうのをこうやってですね,ね、こういう人たち。まああの 最近、ちょっっとやっぱ個人的にヒットだったのはあの神奈川県知事選挙に再選されたですね黒川さん、<laughs> あれもやばかった。<laughs> 北朝鮮がテポトを打ってきたで、えー平和、平和ボケした日本国民のために一発くらい落ちねえから、でも俺のテポトは強いし、ドピュードピューみたいな、なんかそういうちょっと大丈夫だ。<あー> <laughs> なんか全部そのまんまじゃないですけど、なんかもうそういう印象をね、受けるあの人たちが上にいて、そういう人たちが、お前ら、暴力はいかんとか言ったいや、お前ら何やってんのということで、そりゃカも増えるだろうと。とはいえ、治安が混乱していったら、これは良くないわけなんですよね。なので、この問題について、ちょっと本間さんとえ話をしていきたいと思います本間さんよろししくお願いします。 よろしくお願いしますいやあのー「週刊文春」もネタがないんだなっていう連休中でうーん本当だね <laughs> 欲に溺れた政治家たち,ち最初のこれ無料公開のやつ黒川さん <laughs> 本番前の本番バッカー生放送の前の生だよニュルニュルジュルいやこれちょっと 何でも前の話ですよ、もう十年以上前の話なんですけど、ちょっと。うん、本当、面白い面白いって言ったらあれだけどさ、えー。そしてですね、ううちょっと、あの,ううのもはや懐かしいと感じるかもしれませんけど、地元の人は許してなかった。静岡新聞に刺されてしまった吉川議員、パパ活吉川議員、ね、18歳の。 あの未成年者に、ねね、酒飲ましてあげてホテルに連れ込んで、えー、確かたった4万円しか渡さなかったのでざけんじゃねえよということで暴露されさすがに自民党からも離職されたけどなんか、えー、この人ですねまだ国会議員続けてるんですよだけどやめなくて辞めさ強制的にやめさせるあれがさ、はい、ガーシーみたいな話じゃないとさないんですよできないからね。 だけど、この人はですね,ねあの議議、議案の採決にすら参加しないっていうんですお不登校児だった私もびっくり。不登校児の私ですらですね、期末テストだけ受けに行ったりとかちゃんとしてたよ、重要なタイミングで。国会議員、給料もらってで、未成年にパパ活やってばれたら、仕事放棄して、給料、イエーイ。 いやーまああれかもね、もうさ、あの、ほら、次の選挙はないわけだよ。うん、ないっていうのは、要するに、出たって受かるわけない。あ<ー>でも自民党は離党しちゃってるわけだから、うん、さあの、次は無所属か、まあ、こういう時の最後のあの頼みの綱は維新から出るかだけど、さすがにないんだろう、うだって。いや、私は。 維新の懐を拾と信じております。<laughs> まあ維新さ、あお、経験者だよな、彼はなっ <laughs> <で>維新、ほら、誰でもいいから拾ってるからね、今ね。いや、でこんなね、あの、変な、ま、なんかもう倫理観が崩壊してるような奴らが薄まいているわけですよ。 でそうすると、そりゃあまあ、山上容疑者の段階で、こういうの続いたら怖いよねっていう話は、まあ、私もしてましたけどで、それで次、木村さんが続いちゃったわけじゃないですか。ね。さん付けなんかするなって言ってる人多いんですけど、いやまあ、一応まだあの基礎もねあの、完璧にされてる段階ではなくって、刑事裁判も終わってないんで。 えー、彼が一体そもそも何の動機でやったのかも未だに黙秘を続けて分からんという状況でそのいいですか山上容疑者ズドンこれ去年7月ですよでたったそのもう1年も経たない9ヶ月ぐらい後にですね今度木村容疑者が爆弾ピューでしょでああこれ続いたらやだなって思ってたら今度は爆弾サリン大量設置これ4月20日なんですよ うん、すごい怖いなっていうふうにこう増えてるんですよね。でさらに、あのー「何これ」っていう。<laughs> 俺ちょっと私今日見つけたニュースで。え、本日の13時ちょうどに船橋駅構内にサリンピー、あ、サリンピーです、ピーになってねえし、<laughs> ピーをばらまきます。私は令和の麻原将校です。これはハったりでも何でもありません。皆警察の皆さん全力で警備に当たってください。これでも動かないようであれば私は警察は無価値な存在だと全国に配信します。って言って警察に動かれて、はい、私がやりましたガチャ なんだっけ、船橋市議会議員選挙出たに出て、でえー、それであの落ちてます。でうん、ちなみにあの選挙ウォッチャーの千代さんによると、ですね、うん、あのこの人は <laughs>、えー、NHK から国民を守る党っていうねあのところから、<れ>今、だから要するに政治家女子48の甲斐さんと SNS でコラボしたことがあるように、うん、N 国党信者なんだっていうふうに言ってるんですけど。 まあ千代さんねと N 国党さんあのものすごいバトってますから、うんえー、ただ、まあこういうのってやっぱこれが立憲民主党から市議会選挙で出てたとかあのだったらもう共産党とかから出たってなったらもうええー、って思ったけどあーまあま政治家女子48旧 N 国党かって思ったう,、うんまあ、そ,うそうねっていう。<laughs> いいろろまあ出てたわけじゃない、あの市議会選挙は無所属だったけどね、コラボはしてたという。あ<ー>、うん、あ、そっか、N 国、うん、あの、ね、N 国、もうめんどくせえな、N 国とか。旧、えー、NHK をぶっ壊す、旧旧 NHK をぶっ壊す、旧 NHK から国民を守るとを現在、政治家女子48党、えー。絶賛、なんか、あの橘さんと大津さんっていう方がなんかバトってる。なんか、暴露合戦やってますよね。いや 立花さんのもう錬金術も終わったな。<laughs> 本当に。一発屋で終わっちゃうのかな、立花さん。いやもうい、彼はほら、一発屋じゃないよ。だってさ、うん、一発屋だと思ってたわけだけどさ。あ要するに、こう、波を一回作って大きかったけど、なんかこう、うん、だんだんこうその起こすやつがちっちゃくなっていってしゃう,、うん、こうだから、そこがちょっとね、あの、しあのもっとウェーブに。 でか余計怖いなって思うのがあの N 国党じゃねえのか、えー、と政治家女子48党とか <laughs> あのちょっとなんかあの陰謀論の集まりのね、えー、最近、あのー、なんか党首共同代表だったかななんかが、えー、と実はあの木村容疑者がどうのこうのとかっていうなんか陰謀論を言って辞任したあの賛成党ああいうところとかが受け皿になったらまだこの。うん こういうい減るんですよだけどなんかあのそういうところも今ちょっと勢い薄いじゃないですか<ー>でそうするとなんか余計にもう暴力が散らばっちゃうんですよパラパラってでそういう時に権力者側にいる人たちは暴力けしからんテロは容認してはいけないっていうふうに言うんですよでもテロは容認してはいけないけども当然そうですよだけど なんて言ったらいいんですかねその悪いことしちゃいけないよっていうふうに言われた相手が、いや、不倫まみれだったり、汚職まみれだったりしてたら、だから、それ言うこと聞く気うせるから、まずは自分が身を正す。その上で、ええー、まあそういうことを言う。だったらまだ納得できるんだけど、全くそういう空気がない。ので、それは、あの、こういう事件増えちゃう。 でそうすると行き着く果ては226事件なのか515なのかわかんないけどもううちはあのやつらを倒すしかないとかっていうことにねなりかねなくってそれはちょっとやばいよ、うん、なんか今岸田さんどこ行ってんだっけなんか外遊してるんでしょなんかアフリカ歴訪とかやってる。 あ,あのなんでですね、えー、そういうことを行くかっていうと、ゴールデンウィークの旅行です。羽根伸ばしたいんです。え、なんだっけどこだっけサウジアラビアの。あ、今ですね、エジプトの博物館を見て、ただエジプトのエ,エジプトの博物館見て、へ、うん、えー、すごーいふうーって、多分これ、岸田の息子もついてってますよ。 クレオパトラはいないのかなとかって言って今エジプトの街をさまよってると思う、うん、クレオパトラに見初められたかったらせめてあのユリウス返さルぐらいのあの器じゃないと無理だと思いますけどいいなそりゃ <laughs> それはだいぶきっちり <laughs> いやだってそれぐらいだってクレオパトラとねあのそれぐらいくっついたからまあいろいろあったわけで、まあ、そうね、うん いやそれでさ、なんか岸田君、なんかあれするらしいよ。エジプトに1000億円のなんか飲食缶、ぽいって投げる投げてるみたいよ。いいなぁ、俺も欲しいなぁ。そう、なんかさ、今、日本ってそんな、本当にその余裕はあるんだっっけっていうことを平気でやるよね、あの人ね。うん、なんかこの前もインドに何兆円とか。そうそうそう、なんか <laughs> まあ、あれは、あのー、何年にもわたってなんで、一発でパンじゃないですけど。 ちょっとすごいよね私も円借款で1000億ぐらい借りたいっす <laughs> 借りたいっす <laughs> うんまあも返さなきゃいけないんだろう <laughs> いやでもこんなクソ低金利のあのー、やつで1000億借金できるんだったらいや3%で回したらいいだけですよその楽勝ですよそ,<う>そのアメリカの方にもねドル建てでするとかさまあそれはまああのちょっと ドル円のレートがが問題ああるんであれでれすけどいや普通にできるけどいやしかし岸田がなんか遊びに行ってですね「テロはあかんで」っていやまあそれあかんけどなんかいやあなたたちがちゃんと襟をこうピッとちょっと今日は襟ないけどこう岸田ピッとこう正してですねでその上で言う。 で例えば、岸田の息子の翔太郎はこういうことやりましたと、ねでこれ、良くないと、だからやっぱりクビっていう風にこうやったりね。で、吉川に対しても、あの一応あの、ガーシーみたいなことをやると、やっぱこういうのはくないと。で、うん、あのちょっと、えー、皆さんもうお忘れかもしれませんけど、 やっぱりですねこの人が衆議院の議長を三軒の長をやっているようでは説得力ないですよねっていうのが、えー、細田衆議院議員ですね衆議院議長なんですけどこの人結局どうなったのねこの不倫記録会見も開いてないしさ不倫の人そうそうそれでほらこの時あれだよね最近何二月ぐらい前だっけうん。 懇親会だったかな、はあ、記者会見じゃなくて、はあ、懇親会だったら開いてあげてもいいよって言って、んで各社から一、うん、人だけ、記者が、うん、あのなんか官邸,官邸かどうか、あ,あーそうだ、議長邸だよ、議長邸。国会、うん、のあの衆議院議長はちゃんと議長邸持ってるからね。うんうん、でそこにお呼ばれして、うん ご説を伺ったとうんで別に自分何もしてない、うん、問題ない、うん、えって言ってそのままなってるちなみに衆議院議長のですねあの皇帝っていうのの,の,あの広さ皇帝ねはい、うん、広さえっ、ー、と、うん、皆さんもしワンルームマンションにお住まいの方がいらっしゃるんだったら大体30平米ぐらいでしょう大体それ10坪です10坪ないぐらいです、うん で、えー、衆議院議長、皇帝の広さを今から伝えますよ。千二百四坪でございます。<laughs> で、そこでこうやってふんぞり返ったー。何々ちゃんにメールも送れなくなっちゃって,って。っていうふうに言って、批判もされずに。まあ、ワイン飲んでんのか、ビール飲んでんのか、お茶飲んでんのか、わかんないけど。 そういうことをやっといて責任も取らないでテロはけしからーとかっていう風に言われてもそうまあよくないよテロはよくないけどこれ感覚的には先生たちはズルしてカンニングしまくってんのに生徒のみんなにはカンニングはいかんぞとかっていう風に言ってもそれはちょっと無理があるんじゃないから生活指導の先生がお食まみれなんだけど生活指導やってるみたいな,なんかそれくらいちょっともうブラックジョークにもほどがあるねえ うん、やっぱりそういうのをやっぱり感じちゃうから行動に起こす人がいるわけでさ、うん、まあまあな本当やっぱり、うん、まあこういう話ってもう常にずっとそうなんだけど、うん、やっぱりこうちょっとなんか他が外れすぎやしませんかねみたいな。うん 感じになってきたよ、ねうん、うん。やっぱりちょっとこそのもなんかそういう人が多いやばい人が。いやだってそりゃよく持ったなって思うのがやっぱ安倍晋三さんちょっと嘘多すぎましたよね「桜を見る会でも118回」。煩悩を超える嘘をついたと。それでも「いやー私は死んだ晩をつかってるんでえー、何にも問題ないっす」みたいな感じでやられたらさそりゃ。 あんなモラルハザードがてっぺんにいたらですねそりゃそうなるて、うん、まあ,あまあちなみにこれがあの令和の朝原翔子かっこ自称山本美幸さん<ー>無所属25歳活動家<ー>近所ですよほんまそんな橋ですから、うん、知らんけど <laughs> まあ私も初めて知りましたよ、まあ近所ってま 千葉県内ではあるけど、<laughs> 特に近所ではない。<laughs> まあ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 、あの私に近いっていうぐらい。から船橋と菓子はだいぶ離れてますね。うん、<laughs> なんかもそういうのさん。でもそういうのが出てくんだよね。やっぱねいや。うんでコロナに、コロナ対策すべてに反対ってことは、要するにあの例のコロナ陰謀論が大好きだった。あ<ー>うもうコロピーの名前言わないでください。ピーです。ピーピーピー。<laughs> うん、まあそういう人なんだろうねきっとねうん。ちょっとまあとりあえず私はあまりにもこのツイートが衝撃的すぎたので。っていうかやっぱりオウム真理教のあの事件は日本ではすごくすごいみんなに影響あったんだね。だって今回のこの山本美幸さんも逮捕されちゃったけどサピーの話してるじゃないですか。 でも4月20日にあバラマイティアるっていうふうにこう言った人もサピーですよ。ねマスタードガスとか VX ガスじゃないんだっていう。サピーなんだ。やっぱりそのたいいわゆる大量ツピー兵器うん。と、うんうん、してはやっぱりね。サピーが一番有名なんだろうな。一番,一番ポピュラーってさ。うん、ポピュラーだよな、うん、ああ本ほんとな 恐ろしいけどね。まあ、あれはすごい事件だったからね。うん。俺が、俺も箱と言いたいの。うん、箱、仕事してる時に起きてさ。うん,うん、も、うんまあ、し。衝撃的だったけど、まあ、ね。公安は一体何してたんだっつ話だけどさ。うん、まあ、あれでも、なんか、はぼ、あの、はぼぼてきして、乗り込む直前にやられちゃったっていう、もう、ギリギリの。 タイミングだったみたみいですけどねそ,うそれを察知してじゃあ先にやっちゃうとじゃあ先にやっちゃおうかっていうま、うん、でもでもそれに至るまでひどかったじゃんまあさでもちょっとそんな話が懐かしい話が出たんでえーえー、サリンあまた言っちゃったよえー、事件はあれいつだったんだろう1995年ですよね そああそうねねのぐらいだ、ね、この時の総理大臣誰だったの ?1900 前、えー。総理大臣。えー、サリンサピーがあったのが3月だったから確か村山内閣だったと思うんだけどなうんうん村山内閣ですね。はい、で村山さんこの人結構大変でサピー事件もあったかと思ったらですねあの阪神・淡路大震災の時に、えー、もう経験されているので、まあ、結構な。 こんなあのおじいちゃんな見た目だったんですけどなかなかなあの何歳の修羅場をくぐりましたねこの人でこの人まだ生きてるもんねえー、なんとですね村山さん御年99歳でございます、うん、おーすごいよねすごいなんかこの間ちらっとほら福島みずほが会いにてうん千人みたいな顔になってたよねやいやーやっぱ昔の社会党っか社民党 の、<laughs> あの、政治家って根性入ってんだなっていう <laughs>、体頑丈なんだねっていう <laughs>。で、ちょっとね、村山さん、村山さんのお顔から感じる雰囲気と、岸田さんから感じる雰囲気で、どっちの方が悪いことしちゃダメよっていうふうに言われてですね、言うことを聞きたくなるかっていうとですね、私はやっぱ村山さんの方が <laughs> ちょっと聞きたくなる <laughs>。うーん。でも、岸田さん、 ちょっと政治家に一番大事なものって私説得力だと思うんですよ。何かやるっていうふうに言った時にあやってくれるんだろうなって思う説得力ね。そういうでもうちょっと簡単に言うと悪いことしちゃだめよって言われた時に、うん、はい分かりましたっていうふうに聞けるかどうか、うん、それを岸田さんから感じないなんか検討だけするでもなんか悪いことだけ決める。 っていう人にが日本のトップにいてその日本のトップから、えー、テロは容認できないもちろん容認できません容認できないんだけどだけどなんか言葉が空虚だとやっぱり治安は乱れますよそうねまあ空虚だよねうん。だからほら岸田はさ国会答弁が一応うまいってことになってんで自民党の間では あの尻尾出さないっていうかさ地雷は踏まないでひたすら原稿読みにてするで山本太郎とかに挑発されても全然答えないっていうね、うん、まだ安倍の方が、うん、安倍とかの菅の方がさ、うん、やっぱこうずーっと攻撃されると、うん、んなんだこの野郎みたいなね あとあの安倍なんかもう何回もさあの議場でさヤジ、うん、飛ばしてたりしたじゃん9000ト9と、ね、<laughs> <laughs> お前一国の首相かよお前って挙句の果てには死んだ万象をつかるとあの衆議院で答弁するのよ <laughs> それをそういうさう本当に軽くポンチ頭がな <laughs> いやあれでも今思えば <laughs> ふざけんじゃねえよっていうふうにみんなが言えるから うんですよ <laughs> まあ、ねうん、だけど岸田さんみたいになんかそれもないとちょこの限るこの不満そして何だかわからないけど世の中どうなっちゃうのっていうこの不安にやっぱやられちゃうよ、ね、そうね、うん、まあ彼はだからあのー、自民党内でも言われてるけどさ、うん、何考えてんだかよくわか、うん、<laughs> さ。 本当に本気で何をしたいんだかがよくわからない人って、うん、<laughs> いうふうにやっぱり自民党内から言われてるらしいんです。うん、だから絶対解散するだろうっていう人もいればいや絶対しないだろうっていう人もいす。うんうん、考えが読めない。うん、でなのになんかいつの間にか、えー、っと自衛隊の予算を5年で倍増させるとか。でいつの間にか。 原発は60年使以上使っても大丈夫な、うん。とかさ、いつの間にかなんとなく決めてっちゃうっていう、うん、っていう、あの、謎な行動をする人なので、あの非常にこう、捉えがたく捉えがたいと。うん、で、安倍はさ、一応、ほら、手前勝手だし、全く俺は同調しないけど、うん 美しい国へとか言ってたじゃない、うんなんか自分のかん勝手にか安倍の勝手に考えてる妄想だようん、うん、安倍が勝手に考えている妄想がこの辺にこうあって、うんね、でそこに向かって突き進みたいって常々言ってたわけだ。美しい憲法をか もう全力に押し付けられたあんな恥ずかしい憲法も早く捨てて美しい憲法を作りたいんですってずっと言ってたじゃないでも憲法審査会は全く動かないとかね <laughs> うんでも、うん、岸田はそういうのはない、うん、とくとりあえずないよくわからない、うん、えっとなんだっけえー、っと所得倍増論 えっともう忘れちゃったよ俺、俺あの,ー、の所得倍増計画です。あのあれ、なんで言い出したかっていうと、はい、総裁選の時にですね、岸田派は、まあ、岸田さん、宏池会じゃないですか。ねで宏池会といえばやっぱり池田勇人ですよ。で、その池田勇人がね、ね所得倍増計画っていうふうに言って、実際に倍増させました。うん、なので、それを言いました。 内閣総理大臣になって、お所得倍増やってくれるの、どんなことするの、するのっていうふうに思ってたら、あの当時、経済産業大臣だった萩生田さんね、あのはぎあすみません、名前間違えましたね、あの萩生田坪一郎さんね、はいあの、この方がですね、いや、なんか聞いてないんですけどね、スローガンかなんかですかねとかっていうふうに言われて、どうするんだ、所得倍増計画って思ってたら、あ実はですねあの、ちょっと一個付き合わせてました、資産所得倍増なんです。っていうふうにこう言い出して、 でも資産所得倍増とおい、ちょっと待てやって、全然違うぞ、おいっていうふうに言ったら、今度はキャピタルゲイン課税、資産に対しての課税を強めますとかっていうふうに、こう言って、ええっていうふうになったと思ったら、イギリスの金融街のロンドンのシティでですね、ねあのインベスト・イン・キシター、これからちゃんと投資できるようにしますとか言って、もうちぐはぐやーとかっていう、わわけのからない感じですだめだよね。うん、どんどんく、でなんかほら、ボロが出るとすぐに引っ込めて。うん でないそんなこと言ったっけみたいな感じになって、うん、でもでもなんか渋滞のあれは5倍、うん、あと倍増すると、うん、予算はね。うん、えさあ最近ほらやっぱりいろいろなあーまあじゃあ例えばほられえー、っと 人口が減っているのを何とかするんだ言い始めてさ、うん、まあいろいろなこの若年層に対するケアをするともうケアをしてもらうのはいいううん、うん、うん、素晴らしいよね、うん、だって今までやってなかったんです、うん、それでその予算は一体どこにあるんでしょうかっつったら異次元の子供少子化対策を行いますえ予算は いや異次元なんでえどういうふういふにに具体的には異次元の少子化対策について検討することを始めようと思っていますえじゃあ具体的には何があるんですかいや異次元ですっていうふうに言って懐かしい実が上がるもうなんかもうちょっと<れ>まさにもこの事実上,上がってるぜマジで、うん、このねううの現象が異次元ですよ私からするとねっ、うん、いややるやるって って言うけどこれ壮大なやりやる詐欺になる可能性があるわけ。うんうん、異次元に、それとも岸田、あれか、どっかに異次元ポケットかなんかがあって、そこから金って引き出せると思っているのか、うん、本当に。とか。いや、何も考えてないんじゃないですかね。ね。 異次元の経済理論,理論を持ってっけいくら借金しても全然かまわないんだとそれのせいで今円安になってるんですけどねねえ、うん、今で今円安になってるじゃない、うん、まあいいんだとさらに円安でいいんだとでも国がどうせ潰れないからかまわないんだっていうもしかして何か異次元の異次元の経済理論か何かをお持ちなのかなって、うん 持いいんだもんエジプトのねエジプトの大エジプト博物館に1000億突っ込んじゃったっていいんだ <laughs> い博物館に1000億突っ込むわけじゃないんですけどエジプトですけどね <laughs> とかさ、うん、なんかほんとによくわかんないだってどう見たって増税するわけじゃない。 いやあのそれは反対です。世論調査を見ても反対です。いや、世論はね。世論は反対です。でもやってくれって言ってるで。でもやるだろう。いやそだからね、こういうこれ真面目に聞いてそれ爆弾投げるやつ出てくるって、そら <laughs>、はあ。やばいよ、ね。やっぱり、うん、ムラムラと腹が立つ人もいるだろうし。うんいや、あの今回のね、この山本さん。 っていう人のコメントを正確に読んでみると、この警察の皆さん、ぜひ全力で警備に当たってください。もしこれで動かないようであれば、私は警察は無価値な存在だと全国に配信します。言ってるじゃないですか。うん。これまあ、要するに警察がちゃんとしてるかどうかを確認したかったわけですよ。うん。治安がむちゃくちゃで。うん。だからまあ言ってみればこの人は世の中ちゃんとしててよーっていう叫びでもあるわけですよ。 まあだいぶあのねじくり曲がった叫びだと思いますしよくないことだと私は思いますよだけどなんかその世の中ちゃんとしててよっていう叫びがこういう形でしか出てこないっていうことの方が私はすごく恐ろしくて危険なことだと思いますねそうなの、ね、うんまあなーいくらでも出てくるけどな残念ながらねうんそれねただまあ あののー、なんていうのまあと言言うと,言う言うとまあそれは別に日本特有の話じゃないけどねうん、うん、全世界どこの国でもあるけどさ、うん、で全世界でやっぱりあのー、治安が乱れてくるとか、うん、その国の内部が乱れてきたりするとそれは当然増えうんうんうん、うん、ねまあ変な話アメリカなんかさ 爆弾投げつけるとか銃を撃つなんてのは日常茶飯事みたいなもんで、うん、あそこはさだけどまあそうだけど銃がね認められてる国とそうじゃない国では大きい違いがありますから、うんうん、だから日本にはさ日本の警察関係者はさあのー、山上容疑者のあの事件までは、うん、やっぱり日本は銃がないんだと、うん、手に入らないから ああいう欧米みたいなテロは起きないっていうさ、うん、すごい手前勝手な、うん、があったよね絶対ねうん、うん、油断が油断があったねうんそれは油断だよねうん何の根拠もないわけでさ、うん、やろうと思えばさだってネットミリアいくらでも作れるわけでうん、うん、それを勝手に彼らはまあなんていうのうーんやっぱり権力側としては権力にあぐらをかいている。 であぐらかいてる状態で悪いことじゃダメだよ俺たちは権力者だからやっていいんだよとかってやられるとちょっとそらまあ、うん、まあなあだってさ全国の警察官の不祥事とか山のようにあるからね、うん、本当に、うん、すさまじくあってうん、うん、ちょっとそれさその話をするとさなこいだ新聞のようなこだんけどさ、うん、まあ警察官の不祥事といえば、うん 俺はもうダントツトップが大阪府っていうふうにずっと言われてたんだけどなんか今年千葉県が大阪府を上回という,うニュースってえマジっすかっほういやもうほら大阪府がさあのー、の警察がさひどいのはもうずっと昔から有名だったじゃん、うん、なんか今年ねなんか何だかこれですね うん千葉県警の処分者が全国ワースト1位 <laughs> 1> 性的暴行や飲酒運転など相次ぐあれって <laughs> 千葉県が大阪超え切ったのっていう <laughs> なるほどえどうしてっていう感じなんだけどさ <laughs> まあ多分これちなみに千葉県は懲戒処分は免職4人停職5人減給10人か、えー、開国16人計35人 ついで警視庁31人、うん、大阪府警が18人なんで大阪はナンバー3っすあリ 3? はいああれだろ隠してんだろう大阪府警はうん、まあ、それを言うと北海道警も結構やばいいや大阪府警はさだってさ大阪府警の取り締まりが怖いっつって 暴力団から告訴されるぐらいだから。<laughs> まあ元気でいいじゃないですか。元気でいいじゃないですか。俺 <laughs> <laughs> 調べた時に腹を殴られたとか。<laughs> あそこだけ昭和。あそこだけ昭和の世界。もう思いっきり昭和でさ。<laughs> 地域の戦いが続いてます。顔を, <laughs> を殴ると証拠が残る県のどこだらを殴る。<laughs> <laughs> あなんかねまあ不祥事は、えー、統治機構の機能不全を正さない状態で「あのお前ら絶対やめとけよ」っていうのは生活指導の先生が汚職まみれなのに悪いことすんだよとかっていうふうに言うようなもんだんでやっぱりね理科に冠を正さず <laughs> さずだっていう話だけど、うんうん、だけどっていう話を俺たちがこうしている横で皆さん国会議員の方はああゴールデンウィークと国会議員に行こうっつって見てますお出かけお出かけになっていエジプト博あのー、博物館もうちょっとで帰らするけどあの先に見ちゃいましたへへーってねえ俺も見たいよ大エジプト博物館、うん、ちょっとせめてリリまだできないのかあれユリ,リウス返されるぐらいになって帰ってきてほしいですね ちょっとそれでほらなんだっけ閣僚の半分ぐらいはもう出かけてんでしょはい行ってきまーすって、ね、いやもうどう見ったってね遊びじゃないねえっそうよねっていうか首相がテロにあった次のゴールデンウィークで閣僚の半分が「行ってきます」っ海外旅行行くってどうなってんの でしょ怖い委員長はわな。だからな。うな丼。うな丼だから。あ、そういえばうな丼の話さ。うん、やっぱりいろみんながいろいろ調べてさ。うん、あれ、丼じゃないよ。だって丼ないもん,んな,なかったね。うな重しかなかったね。十年ね、重で。ちょっと十って言うとさ。なんか高そうだからっ,つって自主規制してな丼にするなんてわたってさ。古速。や古っはあ。<笑><笑> <laughs> ねでもあの上着はあれじゃない,いやあの混んでんじゃないまあ宣伝にはなったでしょう。宣伝にはなったろうなまな、あまあ。とりあえずあの国家公安委員長がうな丼食ってね、えー、でまあテロがあったとしてもですね、ほったらかしにするとでそのテロがあった次のゴールデンウィークにはですね、学料のほとんど、学料って大臣クラスですよ。で半分ぐらいが。 ちょっとっと行てる <laughs> 出かける朝はこのうな丼も出かけてねえだろうな海外にいやさすがに国家公安委員長は出かけてないでしょいや出かけてないんじゃないのちょっと調べてみようか谷公一さんうんこれ外遊の予定とか入ったらビビるけどない <laughs>、うん、だろええんじゃねえな。そっかいやない,ない です、なんかほら、あのそういう規制の緩いさ、中南米の国とかさ。いや、いや、ない、ない、ない、大丈夫、大丈夫。ない、ないっぽい、ないっぽい。ない。うん。大丈夫です。そういえばさ。その浮き胸をさ。あいつ。何、ロシア行ったの。ゴールデンウィークに。ロシアに行きたいって。言って。で、維新の幹部から注意を受けてるっていうさ。あ、まあ、だから、ロシアに行って、ロシア。 の幹部誰かと会いたいらしいんだけど、でも全然プーチンとかに相手にされてなくって、うんえー、行っても誰とも会えないんで、うん、今のところ中ぶらブラになっているっていう話ですさ。まあいいんじゃないですかね。カムチャッカ半島あたりを見てきたら火山爆発で大変ですから、まあ、今あそこ。ねえ。うん、いや、それで行って帰ってこなきゃいいんだよ、別にさ。<laughs> ついでにさ。ていうか。 日本どこ向かってんのこんなにだってなんかもういろんなこと起きてそのうちとんでもないこと起きるよで、一番の抑止策は権力で押さえつけることじゃなくって権力者側がしっかりとねあの襟を正すうんこうやってちょっとだよねこうやってきちんとちゃんとやりますとすいませんっていう風うに それをやらないで、なんかあのガテンがあのこう、えー、かやって、なんかこう巻いて、ふとーってやっておきながらあの、お前らしっかりやるよとかっていうのは無理かなと思い、ちょっとね、あの今日なるべくお笑い風にしましたけど、冷静に考えると、私、怖いんですよ。山上容疑者の事件から1年も経たないうちに木村容疑者の件があって、そこからさらに1ヶ月も経ってないのに、 政治家に対するものがもう大量に起きてる予告も含めてねでこれなんかバカが多いんだよとかっていう風に言うのではちょっともう何とも言えないレベルでなってきたなと思いねうんちょっと本間さんとあの危険だしあの恐ろしいことだしこういう時こそ政治家が襟を正す必要があるんじゃないかなと思って えー、取らせていただきましたはい大間さんどうもありがとうございますありがとうございますいやなんていうかとりあえず最後に伝えることはカンパちょうだいうんギョロピックじゃあねゴー,ルデンゴールデンウィークだしゴールデンウィークも休まず配信する清水さんにカンパちょうだいゴールデンウィークあれだよねでもうん口座が送金口座が止まっちゃうからなクレジットカードでもできます、あのー じゃあね,えねえ、寒<か> <laughs> 波のやり方、YouTube 説明欄に書いてあるんでよろしくね。じゃどうもはい、今日もありがとうございます。電通と戦う本間ウさんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様の寒波がないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も クレジットカードもどっちも対応します。よろしく今日も読クショそれでは